ウィケットはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのランド・オブ・オズに存在したエメラルド・シアターにて上演されていたミュージカルである。エメラルド・シアターの外観2006年7月12日にランド・オブ・オズエリアオープンと共に開幕した。オズの魔法使いに登場する西の魔女、エルファバと北の良い魔女、グリンダの若き日の友情を綴る物語をブロードウェイ版を手掛けた脚本家たちがリメイク。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別バージョンとして内容を約35分に凝縮して上演された。そのため、マダム・モリブル、ドクター・ディラモンド、フィエロ、ボック、ネッサ・ローズなど、ブロードウェイ版の一部キャラクターは登場しない。エル・ハバは外国人キャスト、グリンダは日本人キャストが演じており、劇中では日本語と英語が混在していた。シアターに入る前、当初は、 英語化の日本語訳が書かれたガイドが配布されていたが、後になってストーリーガイドが配布されるようになった。2011年1月10日、ランド・オブ・オーズ・エリア・クローズに先立ち終演した。緑色の肌で生まれたため、誰からも相手にされることなく、孤独に生きてきたエルファバ。対照的に完璧な容姿や優雅な振る舞いで、みんなの羨望を集めるグリーンだ。大学で出会った二人は、 あまりにも異なった境遇のため反発し合う。しかし、エルハバが周囲に隠していた魔力に気づいたグリンダが称賛したことから、いつしか親友になる。その魔力をオズの大魔法使いに見てもらおうと、エメラルドシティへ旅立ったことで、二人の運命は大きく変わっていく。エルハバ本作の主人公、外国人が演じる、緑色の肌で生まれたため、 誰からも相手にされることなく孤独に生きてきた。大いなる魔法の才能があるが、それを隠していた。グリンダーに本人が演じる。完璧な容姿や優雅な振る舞いで、みんなの戦争を集める学園の人気者。魔法に憧れているが、その才能は全くない。おしゃべりで、少々身勝手でわがままなところがある。エル・ハバトは、静大学の同窓生で、無二の親友だが、最初は、 他の学生たちと共に、エルファバをのけ者にしていた。オズの大魔法使い劇中では、ウィザードとも呼ばれる。オズの国中の尊敬と戦望を一心に集める、大魔法使い。しかし、彼は、ただの人間で、エルファバを利用しようとする。チストリー赤黒い猿。大魔法使いの召使い。エルファバの魔法の力を試すため、実験台にさせられる。ABC 窪田里氏。 編纂ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ミニブック。2010-2011。改20訂版。株式会社。角川グループパブリッシング。大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀、センタービル15階。2010年4月26日。2020年8月16日。閲覧。ありがとうございます。